砂浜とエボシガンサザンビーチ茅ヶ崎は、神奈川県茅ヶ崎市中海岸にある海水浴場である。旧茅ヶ崎海水浴場。海に突き出た防波堤より右側の浜辺がサザンビーチ茅ヶ崎。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成茅ヶ崎の海水浴場の歴史は古く1898年の 解説である。明治から昭和中期にかけての茅ヶ崎周辺は、主に九代目市川團十郎をはじめとする著名人の別荘や企業の保養所が数多く存在する地域で、そうした人たちの海遊びの場として海水浴場が設置された。平成に入ってから海水浴客の減少に苦悩していた茅ヶ崎市観光協会が1999年に、 地元茅ヶ崎市出身の桑田圭介が率いるサザンオールスターズの名にあやかり、茅ヶ崎海水浴場からサザンビーチ茅ヶ崎に改名したところ、海水浴客が増え始めた。2000年8月19日から20日に茅ヶ崎公園野球場にて行われたサザンオールスターズの茅ヶ崎ライブではサザンビーチ茅ヶ崎に大型映像ビジョン装置を設置し、 特設観覧席が設けられて、ライブの模様を臨場感たっぷりに実況中継するスペシャルイベントも開催され、このサザンオールスターズによる茅ヶ崎ライブは一躍サザンビーチ茅ヶ崎の名前を全国に広める波及効果を生んだ。これをきっかけに訪れる海水浴客が年々増え続けている。英語でのスペル表記は南地方を指すサザンよりも 固有名詞である、サザンオールスターズにあやかった面が強かったため、当初サザンから始まっていたが、現在は、サザンへ変更されている。2006年、2008年、2012年、2015年、2018年には、愛子が、無料ライブ、ラブライクアロハボリューム2、ラブライクアロハボリューム3、ラブライクアロハボリューム4、 ラブライクアロハボリューム5、ラブライクアロハボリューム6を開催。フリーライブでありながら、毎回2万から3万人程度を動員する大規模な、もので、ライブでは、オリジナル曲だけでなく、開催地にちなんで、サザンや、クワタソロ曲のカバーも披露している。2009年8月21日より、湘南茅ヶ崎ビーチパーティー、ーエンドレスサマーが開催されている。開催当初は、 短期開催であったが、2年目より、土日の2日間開催に規模を拡大している。2020年は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、海水浴場の開設を中止した。サザンビーチモニュメント、茅ヶ崎サザンシー二人で縁のそばに立つと、縁が結ばれるため、縁結びの輪とされる。ありがとうございます。